始まりましたポケモントーナメント救急カップハイパーボール。興奮に満ちたここポケモンスタジアムで今バトル開始です。さあまずは、おーっとこのポケモンではまずかったか。これで打撃攻撃に強くなりました。さあ熱戦が続いております。さあこれは弱点をついた。おっとダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでピクミンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ今度はおっと特殊能力がダウン。この場面で大きなダメージ。両者とも大健闘です。ここでサイコキです。よし当たった。あーっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでモルフォンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おー狙い的中。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。さてここで特殊能力をアップです。ここで特殊能力をアップです。互いに相手の力量を伺っているというところか。まだまだステータスをアップします。いったー、きたー。あーっと一撃で倒れてしまった。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでブーバーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おーっとそなたが飛び上がった。ここで自陣攻撃。おっとこれは外れ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。
さあこれはよし、これはどうだ、攻撃炸裂、あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでオコリナルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあここで逆転をついた。ここでサイコキです。決まった、効果的な当たり。あーっと熱くなって倒れてしまった。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。指示が出揃って、さあまずは、おーっとこのポケモンではまずかったか。おっと、ドキドキ攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。両者とも大健闘です。さあここでよし、あーっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでニドキングの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。勢いのある攻撃、おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと刺激で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでマタドラスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここでサイコキです。効果は抜群だ。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここで波乗りだ。おーっとポケモンの選択を誤ったか。おっと毒毒攻撃、おっと失敗、白熱したバトルが続いております。激しい攻撃、効果は抜群だ。おーっとダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。
ここでベロリンガの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さあこれは大きなダメージ。おっと超音波、あーっと混乱した。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さて、おっとここでポケモンをチェンジです。ここでペルシアンの登場だ。おっと嫌な音攻撃、おっと防御力がダウン。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。さあここで急所にヒット、あっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでゴルバットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。勢いのある攻撃、これは効いた。ちょっと怪しい光だ、あーっと混乱した。さあ激しいバトルです。両者向き合って、ここでポケモンをチェンジだ。さあこの場面で、おっと防御力がダウン。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで10番ボルトだ。逆転をついた。おっとダウンだ。ここで試合終了。